10レース走ります。群馬113期の小林大成選手です。よろしくお願いします。お願いします。地元記念ということで、はい、気合はどうですか？そうですね、やっぱ去年は準決勝4着で決勝上がれなかったんで、まあ、今年は最低決勝には上がれるように頑張りたいと思ってます。インタビューで最低決勝最高優勝っていうふうに書いてある記事を見たんですけども、はい、それぐらい地元を取りたいなっていう気持ちは。そうですね、やっぱ地元なんで他のところを走るよりはやっぱ気持ちはすごい入っていると思います。先ほど言ったように去年は準決で4着で、はい、2021年が二次予選で7着、はい、まあ、あとはやっぱ新郎早もやってるのでなかなか記念はないとは思うんですけども、はい、まあ、この少ない中で早く結果が出せればなという感じですか？そうですね、もう3回目4回目なんでそろそろ結果が欲しいんで、それに向けて練習もやってきてるんで、まあ、今回結果が出せるといいなと思ってます。今回はさっきちょっと見えてましたけども、同期の選手がとても多くて、はいはい、まあ、すごく楽しそうにしてるなという印象があったんですけども、はい、やっぱり仲はいいですかね、同期は？そうですね、113期やっぱ他から見ても結構仲はいいなって思ってます。あとは強い選手がとても揃ってるなっていう自力選手が、はい、やっぱり意識した部分とかありますか？そうですね、やっぱ普段は仲いいけどやっぱレースになると結構ライバル視してるところはあると思います。初日ですね、関東は鈴木選手と山田選手がいますけども、はい、まあ、並びとご自身の役割を教えてください。はい、先頭で自力で頑張ります。では4日間意気込みをよろしくお願いします。はい、4日間通して自分の力出し切って毎日見せるレースするんで応援よろしくお願いします。